美濃学園高等学校は、大阪府美濃市にある私立高等学校。設置学科として普通科、設置課程として全日制の課程を設置している。2010年4月入学者までは、普通科の中に、男女共学である、特進、総合コースと、女子のみの幼児教育という3コースを置いていた。2010年4月入学者からは、大阪府立の複数の高等学校にて、 導入されている普通科総合選択制の高等学校となった。特進コースでは大学進学を視野に入れた学習を行っていた。総合コースでは基礎学力の育成に重点を置いたカリキュラムが組まれていた。幼児教育コースでは幼稚園教諭志望者及び保育士志望者を対象にした授業を実施している。保育の理論や実習、ピアノなどの授業が 必修科目として開講され、また卒業後は、幼児教育関連の大学、短期大学、専門学校への進学を視野に入れたカリキュラムとなっていた。普通科総合選択制を導入してからは、希望進路によって、大学進学、スポーツ、健康、幼児教育、介護福祉、就職の各エリアを開設した。 美濃学園福祉保育専門学校の美濃キャンパスと、その教育実習の場にもなっている、美濃学園附属幼稚園が隣接する。大阪府茨城市、滋賀県大津市にもーチがある。ありがとうございます。